はい、こんばんは。アキラのゲーム部へようこそ。ラスクラ実況です。はい、聖剣伝説コラボやってきてるんですけれども、はい、昨日もね、動画のコメントでいただいたんですけど、こちら。はい、僕今読めないからなんだけども、要は、マナの血族っていう個性ありますよね、ランディの。と、特攻ブースト。あれは同時に発動するんですかという質問を受けました。はい、で、僕知りません。特攻ブースト、そういやそうだなと思ったんだけど、で、やってなかったんで、それをですね、今日ちょっと検証してみようと思います。はい、そもそもですね、どういう話なのか、わかりやすく説明させていただきますと、ランディの個性。こちら、マナの血族、特攻派生時威力が 30% アップ。イベント期間中、聖剣ボスの真珠に物理攻撃の特攻効果が発動する。はい、もうボスには必ず、特攻効果。特攻ってのは要するにキラーとかスレイヤーね。の、あの類の、スキルが発動した場合に、さらに威力が 30% アップすると。キラーとかスレイヤーに関してのです解説はですね、前僕ブログの記事書いたんで、それまた概要欄にリンク貼っておきますので、また見てほしいんですけど、要は、能力解放でこれつけてますけど、インセクトキラーとか、あと、アンデッドキラーとか、あるじゃないですか。で、僕今多分インセクトとね、クリートは開いてるんですよ。ね。このキラー系はね、通常攻撃には乗るんですよ。で、スレイヤーまで行くと、特技とか必殺技にも乗る。だけど、まあ、通常攻撃にはキラーが乗っていると。これが特攻が発生している状態。で、この場合、だから特攻が発生してさらに威力が、たらたら通常攻撃強くなってるんだけども、さらにマナの結束っていうですね、この個性が発動すると、30% さらに威力アップするという。まあ、要するに、倍掛けみたいな感じで威力が強くなると。っていう状態ね。それにプラスしてなんですけれども、こちらの、レアアークの月下残明。うん、めっちゃキラキラしてるね。これはまた、改めて撮ろう。ね、レベル10で覚えることのできるこの特攻ブースト。特攻発生時、威力が 50% アップ。ね。要は、普通の通常攻撃に特攻で 15% 乗ってる状態。さらに、そこで、特攻が発生して 50% アップするっていう、まあまあ、どんだけ強くすんねんっていうやつですね。得意な相手にはより、高い攻撃力を与えることができるという、このスキル。これがですね、まあ、AP600 で、倍率が ×8 なんで、約75周か、うん、できるんですけど、昨日そのコメント、昨日、てか今朝かな今朝早くコメントいただいてから、僕頑張ってですね、月下残明をつけてですね、周回しましてですね、なんと、見事ですね、私、ランディにですね、はい、特攻ブーストを覚えさせることができました。はい、なので、早速ね、これをですね、試して、見ようと思います。要はですね、この、ランディの、この個性の、マナの結束、特攻発生時、威力が 30% アップする、に、さらに、この特攻ブースト、特攻発生時、威力 50% アップが乗ると、どうなるのか、同時発生するのか、っていうことですね。似たようなスキルはですね、実は同時発生しなかったりとかね、いうの結構今まで回ったんですよ。バグでね。あったんだけど、一体今回ランディはどうなってるのか、というところを確認していこうと思います。で、今からですね、これ撮るのは大変なので、事前に僕撮りました。はい。なので、その VTR をですね、一緒に見ながら、というのが、まあ、途中でですね、こう、実況の時にできないことね、スローでの再生とかっていうのもね、必要なんで、そういった意味も含めて、事前に撮った動画がありますんで、それを一緒に見ていきます。では、画面を切り替えます。はい。これがですね、まず特攻ブーストなしバージョンね。なしバージョンが始めました。はい。一応確認でこれね、ステータスこんな感じですと。で、技能とかつけてるのにね、まあ、ややこしいのこのウィスプとジェイドはね、消しときました。外しといて、はい。この現時点でね、僕ね、まだ特攻ブースト覚えてないんですよ。だからないです。特攻ブーストまだ覚えてない状態の時で、レベルは50、そのままです。ギリギリレベル上がらないように調整したんですよ。はい、で、この状態、要するにマナの結束だけは個性でついてますんで、それは発動します。この状態で、異形の魔獣、レベル40に行こうと思います。で、まあ、特攻ブーストなしなんで、まあ、いわゆる普通の状態です。もちろんランディ単体で行きます。はい。
で、結果は残名だけ付けさせてもらってます。まあ、この時まだ覚えてなかったからね。AP も稼ぎたいからってので。で、まあ、これは普通に殴ってる状態で、要は特攻を発生しないで、さっさとボス戦に飛ばしました。はい、では、ボスのですね、スライムに行きます。はい。こんな感じでですね、クリートキラーとマナの結束は発動してます。で、500ぐらいですね。480と決まるけども、だいたい500から。515とか508、512、504とか出てますね。で、クリティカルが出たら600とか出ます、出るけども。っていう感じで、まあ普通これぐらいの攻撃力です。これが今言ったんですね、特攻ブーストなしバージョンでお届けしています。で、まあついでにあるかな、確か僕スキルとかを使ってみたんですけど、まあスキルは普通に言って、特攻乗らないんで、これぐらいの攻撃力っていうだけです、これはね。はい。まあ、という感じが、特攻ブーストなしバージョン。あっさ、次に必殺技も繰り出したんです。はい。ではですね、次、特攻ありバージョンの、特攻ブーストありバージョンの方に切り替えます。はい。こちら特攻ブーストありです。あの後ですね、月下残明、回ってですね、覚えることができました。なので、技能の方に特攻ブーストあります。はい。なので、これをセットします。それ以外はレベルも50だし、装備も変わりません。ステータスも変わっていません。特攻ブーストをつけただけです。この状態で、さっきと同じステージ、異形の魔獣の方に、スライムに向かっていこうと思います。条件も一緒です。マランディ単体でいきます。ではですね、さっさと雑魚戦を飛ばして、ボス戦の方に、ワープしようと思います。では、ボス戦行きます。先ほどのね、攻撃力よく覚えなしてくださいね。これは特攻ブーストありバージョンです。さあ行きます。はい、見ての通りです。マナの結束と特攻ブースト同時に発生してます。で、さらに攻撃、当たってるダメージもですね、700ほど与えてます。ですね。なので、50% 乗るってことだから、だから500だったのが750になったとか、そんな感じですね。で、クリティカル発生したらやっぱ800とか乗ってますんで、特攻ブーストとマナの結束は、同時発生します。相掛けで、相手にダメージをたくさん与えることができるので、とても効果的です。だから、まあ、そう思うとですね、まあ、そういう、マナの結束っていう個性を、さらに活かせる特攻ブーストってのは、覚えさせるべきだと。で、またね、レアアークだからね、結構普通に出るからね、結果並みを。で、今日一日で僕も覚えれたって言ったけども、要はその、今やったら AP3 倍じゃないですか、イベントダンジョンやったら。で、8で600やから、要は75周必要なんだけど、3倍のところだけ回ったらね、25回か。で回れるんで、簡単に覚えれるんで、おすすめです。ってな感じで、まあ、気持ちよく、勝つことができました。はい。これですね、これからさんだったかな、からのコメントでね、気づくことができましたんで、これからさん本当ありがとうございました。いい検証ができました。ではですね、再度、こんな感じ。画面に出すとこんな感じね。二つ並べました。左が、皆さんから見たらどっちなのいい？画面に出てるの。うん、左がなしバージョンね。特攻ブースト。498。で、右がありバージョン。で、特攻ブーストも発動してるね。で、718。二つ並べると歴然ですよね。という感じで、もう本当圧倒的に相手に攻撃力、与える攻撃力が変わりますんで、ダメージ量が変わるんで、特攻ブーストは効果ありです。はい。では、画面戻しました。はい。という感じで、で、ランディのこのスキルに、まあ、速攻ブーストをつけて、で、個性の、これね、マナの結束っていうのは、とても有効だということが分かりましたんで、またですね、こんな感じでですね、皆さんから、これとこれのスキルの組み合わせとか、これと個性と武器とスキルの組み合わせ、みたいなんで、どんな感じですかね、検証してもらえますかみたいなことありましたらね、まあ、可能な限りチャレンジしていこうと思いますんで、言っていただければですね、動画の値段にさせてもらいますんで、皆さんぜひぜひコメント欄に書いてもらうと嬉しいです。てな感じで今日はですね、ランディの個性、マナの結束と特攻ブーストというスキルが、同時発動するのかというのを検証させてもらいました。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。